バックトゥーザフューチャー、スパイダーバース、ジョーカー、パラサイト、エイトデイズアウィーク、アキラ、送り人、白い巨頭、無法松の一生、キュア。はい、上大です。今日は新作映画のレビューじゃないんですけど、とうとうネットフリックスに加入しまして、加入したからには何をするかと言ったらですね、ずっとアマゾンプライム一択だったんですよね。でアマゾンプライムにないやつは、まあ、レンタルビデオで借りに行くっていうやつをやってて、レンタルビデオで1本100円だったり、アマゾンプライムでその週末セールで100円とかのやつ、まあ、たまに借りたりするんですけど、まあでもやっぱチリツモで結構お金かかってるっていうことなんですよね。ネットフリックスにした方がいいんじゃないかっていうのがあって、今ずっと新作映画のレビューをしてるんですけど、僕もその生活がギリギリやばいんじゃないかっていうのがなってて、でネットフリックス限定の映画とかも出てきてるので、それがめちゃくちゃクオリティが高いらしいということなんで、実際そのネットフリックスの月額なんですけど、映画1本分ぐらいなんですよ。1ヶ月すごいコンテンツが見放題ということなんで、ネットフリックスの方のその新作とかものレビューとかした方がいいのかななんて、まあ、思ってたところなんですよ。まあ、なので、まあ、もしかしたらこっちの方がいいのかなと思って、いよいよネットフリックスですね、入りました。ということで、ずっと今までアマゾンプライムだけでだったんで、アマゾンプライムにはないやつ、もしくはあったんだけどもう無料ではなくなってしまったやつで、ネットフリックスで見れる映画ですね、まあ、邦画5本と洋画5本でやっていこうかなと思います。で1本目ですね、バックトゥザフューチャーです。アマゾンプライムなんですけど、これなぜか3しかないんですよね。で1と2はまあ追加で課金しないと見れないということで、ネットフリックスは1と3全部あって、で、まあ、特にバックトゥザフューチャーってもう1がすごすぎるんですよ。もう1本の映画として、娯楽映画としてもう完璧なんですよ。とにかくバックトゥザフューチャーは1なんですよ。もうこの1が見れるっていうだけで、まあ、とりあえずこれは1本絶対見とかないとなっていう、もう80年代のそのエッセンスっていうのがもう本当に凝縮されてる、もうこれ一本見とけばとりあえず大丈夫っていう、もうこれが見れるっていうのがもうとにかくすげえなっていうことなんですけど、まあ、とりあえず1本目ですね、バックトゥザフューチャーです。で2本目です、スパイダーバースですね。これアニメなんですけど、1回動画撮って出そうと思ったんですけど、でも新作映画でちょっと振り切ろうと思って、ちょっともう結局お蔵入りにしたやつがあるんですよ。邦画と洋画でそれぞれカオス映画っていうことを特集してて、スパイダーバースとパプリカはですね、まあ、それの紹介の動画1回撮ったんですけど、まあ、ボツになってて、まあ、どっかで喋ろうかなどうかなと思ってたんですけど、まあ、ネットフリックスに入ってて、まあ、これがタダで見れるのはマジでやばいということで、まあ、スパイダーバースですね。ここに僕のとりあえず今まだ集めてる途中なんですけど、映像部門、特に映像部門とかで僕に影響を与えてくれた映画とかをここに、まあ、どんどん置いていこうかなと思ってて、まあ、ここにも1本スパイダーバースが入ってます。そんな感じで、まあ、それぐらい僕にとって、まあ、スパイダーバース最初見た時の、まあ、衝撃というか、まあ、これは本当に映画館でリバイバルしてほしいなっていうぐらいマジですごい映画ですね。まあ、これは絶対見た方がいい映画です。3本目ですね、ジョーカーですね。まあ、これも見れるのかっていう感じですね。まあ、ハーレークイーン のバズオプレイも見れるんですけど、まあ、とりあえずジョーカーですね。まあ、バズオプレイはあれどうなって、とりあえず前後関係あるんですけど、とりあえずジョーカーはもう1本だけでちゃんと完結してるっていう、そのバットマンのキャラとかそんな関係なしに、とにかく、まあ、とりあえずこのジョーカーはマジですごい、もう本当にこの映画1本でかなりいい映画なんで、まあ、これも見れるのかっていうことですよね。まあ、ほとんどの人は見てると思うんですけど、まあ、とりあえずこれは見るべきだなと思います。で4本目ですね、パラサイトですね。これも見れんのかって感じですね。まあ、ずっと映画館でやっててどうしようかなと思ってる間に、去年だったんでそのまだ全然その新作映画のどんどんレビューしていこうみたいなのが全然なかったんで、まあ別にいいかと思って Amazon プライムに来た時に400円払ってこれ見たんですよ。マジで映画館行かなかったと後悔した映画ですね。本当にすごい、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、本当に韓国映画ってちょいちょいAmazon プライムで見たんですけど、本当に外れないなっていうか、頭一つ二つ抜けてるのがこのポンジュの監督でなんですよね。まあ、そういうのはやっぱパラサイト本当に良くてね、その去年映画館行こうかなどうしようかなって思ってる時に白黒バージョンが上映されてた場所もあったんですよ。まあ、このネットフリックスやっぱすごいですね。白黒バージョンも置いてるんですよ。まさかネットフリックスの中で入ってると思わなくてですね、まあ、これも後日見ようかなと思います。5本目ですね、 8 Days a Week、 ビートルズのドキュメンタリーなんですよね。まあ、僕も単体でこの映画のレビュー出していろんなやつ非公開にしたんですけど、まあ、それでも一応残してるやつの中に1本あるんですけど、まあ、本当にこの映画はねすごいんですよ。娯楽っていうのが今よりも少ないところでビートルズっていうのがバンって出た時に、本当にこう世界中の人たちがこうビートルズに熱狂したっていう異常さっていうか、
もう本当に気が狂ってるんですよね、ファンの人たち全員。本当に世界を巻き込んだこうムーブメントっていうか、狂ってんなっていう、本当にそういったのがまざまざと見せられてるんですけど、このビートルズの8 Days a Week で起こってることに比べたら現代の炎上なんて本当に数なんですよ。それをまあ感じるためにも、あの1回こう60年代っていうものの、そのあのポップカルチャーというか、そのムーブメントがどれだけすごかったのかっていうこと、まあ、これは1回こう体感した方がいいね、絶対いいなと思います。これは本当に歴史的資料としても、とにかくこれはすごい映画ですね。そんな感じですね、洋画5本ですね、とりあえず、紹介しました。で次邦画ですね、あの1本目、アキラですね。よくそのレンタルビデオとか、まあ、100均とかもそうなんですけど、いざ行ってみたら何借りようかな、何買えばよかったんだっけとか、ちょっと忘れちゃうところがあって、ずっと僕忘れてたんですよ。でアキラずっと頭の中にあるんだけど、数年間僕はずっとアキラを見ることなくここまで来てしまったんですけど、いや、こうやっとね、先月アキラをレンタル DVD で見たんですよ。中田敦彦 YouTube 大学であの解説やってて、それ聞いてたんですけど、何のこっちゃ全然分かんなかったんですけど、あのこうやっぱこう一本見て、あこれはすげえなって、あのもう当時これをやっぱ見てたら影響力すごかったろうなって、さっきそのスパイダーバース言ったんですけど、スパイダーバース見た時のあの感覚っていうか、世界観とか、その全ての設定の一つ一つとか、こうもう全部ですよ、もう何もかもが行き届いてて、もうまあ、今となってそのやっぱアキラのオマージュとか、そういったあの派生とかもいろんなところで派生しているものなんだけど、まあ原点というか、まあそのスターウォーズ見てアメリカの映画見たら絶対スターウォーズのあの小ネタとかが入ってくるとかみたいな感じで、とにかくアキラ見といたら、他のいろんな映画見てる時にそのアキラのまあオマージュのシーンがポツポツあったりとか、まあそういうのが気づけるなっていうことで、まあ他の映画のまあ楽しみとかも増えるので、アキラっていうのは一回見といた方がいいかなと思います。次ですね、送り人ですね、まあ、これはあの1回 Amazon プライムで一応無料の時があったんですよ。であの今はもう無料じゃなくなってるんですよ。まあ、これは本当に全人類が見るべき映画だなって僕は思ってたんですけど、まあ、でもちょっと有料になっちゃったかって思ってたんですけど、この Netflix ではまあ今見れるということで、まあ、送り人はマジで見といた方がいいかなと思います。あの送り人とミッドナイトスワンに関して、この2本に関してはマジで全日本人あの一回絶対見ないといけない映画だなと思います。あのもう義務教育に入れないといけないですね。送り人はもうなるべく早く、まあアキラもそうですけど、もうなるべく早く一旦見といた方がいいっていうこと、本当にこう見る景色が変わるというか、まあすごい映画ですよ。で3本目ですね、白い巨塔です。あのドラマとかあるんですけど、あの一番最初映像化されたあの白黒の映画なんですけど、まあ、このタミヤ版っていう言われてるんですよね。あの、まあ、この白い巨塔っていうのはまずあの山崎豊子さんの小説があって、でそれをまず映画化して、で映画化してこうしばらくしてタミヤ二郎さんの、まあ、主演でもう一回ドラマをやるんですよ。で、まあ、それがまあ昭和なんですけど、まあ、僕もあの結構5年ぐらい前に一回全部見たんですけど、レンタルで、まあ、めちゃくちゃ良かったんですよね。でその後にあの2000年代にあの唐沢俊明さんのやつが出て、でそれがまあ僕が一番最初見たのはそれなんですよね。でこの唐沢版がまああの白い巨塔の中でも完璧、一番いいんですけど、とりあえずその一番最初の原点としてこのタミヤ版の映画があるんですけど、もうとにかく白い巨塔っていうそのテーマそのものが最高なんですよ。だからその最近あのテレ朝かどっかがあのやってたと思うんですけど、それまだ僕見れてないんですけど、あのその一番最初のこの白い巨塔、とりあえずこれはマジでマストです。まあ、絶対これ見といた方がいいです。めちゃくちゃいいです。で4本目ですね、この無法松の一生という映画です。あの三船敏郎さんが主演してるんですけど、まあ、これあの10年ぐらい前にまだ僕がテレビ持ってて、アパートの誰かが BS を契約してるのかなんかでこう僕ん家にも電波が入ってた時があって、でその時にあの BS で映画やってるのをずっと見てる時があって、それで1回見たきりだったんですよ。まあ、だから10年ぐらい前なんですよね、1回見たので、あのもう1回見たいなと思ってレンタルビデオとか探したんですけど、ないんですよ。でこれがこうネットリックスにあったっていうのが、これはもう一回あの見直そうと思ってます。もうこれはめちゃくちゃいい映画ですね。昔ながらの義理人情っていうものを強く重んじてる、まあ、主人公を描いてるんですけど、これはもう本当にヒューマンドラマとして最高の一本だなと思います。これは本当にいいです。そして最後、キュアですね。まあ、これに関しては1本だけあの見ました。黒沢清監督の映画なんですけど、ずっとあのキュア見たいと思ってたんですよ。だけどこう Amazon プライムでも400円してて、レンタルビデオで探したんですけどなくて、あのずっと見たいなと思ってたんですけど、なんかそこで僕はもうちょっと400円ちょっと払うのを惜しんでてしまったっていうのがあるんですけど、
で、あのやっとこうキュア、あの黒沢清監督のやつ何があるかなと思ってバッて見たらこのキュアがあったんで、まあ、これはとりあえず一回見とこうと思ってキュアだけ見たんですけど、もしかしたら原点にして最高傑作なのかなって思います。まあ、僕の中でずっとその東京ソナタっていうやつが一番好きで、僕の中で黒沢清監督って、まあ、基本的にホラー畑の人なんだけど、そのホラーの要素であのなんかドラマとか他のジャンルを撮った時に癖みたいなものが出るからいいんだって。ホラーを得意としてるからホラーを撮るのではなくて、やっぱそっちじゃなくて家族とかこう社会性を持たせた話なんで、普通じゃない撮り方をしてるからこそこういいなって思ってて、まあ、逆に僕はそのクリーピーとかはちょっとやりすぎだなって思ってたところがあるんですよ。だからこそこう東京ソナタとかそういったのがすごい好きで、あの去年ですかね、あのスパイの妻を見た時にもうこれやっとこれが見れたって思ってたんですよ。だからそれ、まあ、その感覚、最初にもうすごいもの撮ってたんだなって思いました。もうキュアめちゃくちゃ良かったですね。ちょっとこれもちょっとなんかソフトを買おうと思いました。もう見れる、もうネットフリックスでいつでもアクセス可能なんですけど、それでもなおこれはちょっとソフト欲しいなって、なんかメイキングとかそういった部分をなんか見たいなっていうぐらい、こう一つ一つのシーンとか本当にすごいなって、もうめちゃくちゃうまいというか、本当にオマージュというかパクりたいぐらいすごいシーンいっぱいあったんですよね。ということですね、 Amazon プライムでは見れない Netflix の、配信されてる映画、10本ですね。洋画5本と邦画5本で、Back to the Future、スパイダーバース、ジョーカー、パラサイト、8 Days a Week、 アキラ、送り人、白い巨頭、無法末の一生、キュアということで10本、挙げました。まあ、新作映画のレビューを基本的にやっていくので、まあ、その中で、まあ、なんか大型連休みたいなのがあるときに見るべき映画みたいな感じで、またこう映画戦みたいなことをやっていこうかなと思います。Netflix 限定の映画 その新作とかのレビューもこれからしていきますので、まあ、どんどんその新作映画のレビューの本数とか増えていくかなと思います。ということなんで、まあ、これから Netflix のコンテンツをまあどんどん発信していきますということのまあ第一弾ということで、という感じのものをまあとりあえずやってみましたという動画でした。ということで、終わります。